こんにちは、速稼塾の久保です。特別定額給付金の第2弾、昨日ですね、集中質疑があったわけなんですけども、1月7日で、日本共産党の山添拓さん、これはね、日本共産党の若手のホープでかなり力のある方なんですけども、彼がですね、日本共産党って名前が悪いと私は思うんですけどね。全然共産党でも何でもないんですよ。これは本当に政党名変えたらいいと思うんですけども、むちゃくちゃいいね、私国民たちに寄り添った質問をしてくださいました。それに答える西村経済担当大臣はまたね、なよなよして腹が立っちゃうわけですけども、まあちょっとね、この動画をちょっとつなげておきますんで見ていただいて、その山添拓さん、日本共産党を代表してですね、そして国民を代表して国民民主党とともにね、同じような声を上げてくださってます。私たちの生活を支えるための、生活困窮のための国民生活支援、こちらの方をね、しっかりと訴えかけていただいて、もっともっとね、生活保護も受けていいんだよと、生活保護は権利なんだよってことを、もうね、民放のオーロラビジョンでどんどん出してくれみたいなことも言ってくださってね、その広報にも力を入れることと、そして、本当に生活困窮にある人を漏れなく救うこと、限定的ではなくてね、そして、機動的な財政出動っていうふうにね、西村経済担当大臣、いちいち言うんですけども、全然機動的じゃないと。この辺もしっかりと突っ込んでくださいました。本当にありがたいなと思います。そして、西村経済担当大臣はね、予備費 4.6 兆円を活用してとかね、また言うわけですよ。 4.6 兆円って何なんだよって話ですよね。これでは全然行き渡らないってことなんですよね。そして年末年始に、一人親世帯になんかお金を配ったよみたいなことね、胸張るわけですけども、全然足りないと。そんなことではなくて、もっともっと幅広く、そこで終わるんじゃなくて、全ての国民に漏れなく、くまなく、一人残らず救っていくと。そして、持続化給付金というね、企業の支援、個人商店の支援というのも、もう第2弾をね、つけてくれというふうに山添拓さん言ってくださいました。私の前置きは長くなったんですけども、動画の方をぜひね、ご覧いただいて、思いを新たにしていただきたいと思います。ここまでね、各与党が頑張ってくださってます。はっきり言ってね、与党はしょうもないという先入観をなくして、与党が今、多分ね、歴史上ここまでね、国民に寄り添った与党の集まりっていうのはないんじゃないかなと思います。与党じゃない、野党ですね。野党の集まりはないんじゃないかと思います。この前の国民民主党もそうですしね。それから立憲民主党の枝野さんも言うこと変わってきましたね。なんかね、枝野さんは個人的に好きになれなくて裏があるんじゃないかなと思うんですけども、でもやっぱりね、私たちに寄り添った政策提言をしてくださっていることには間違いないと思います。多分これね、私ね、れいわ新選組の山本太郎さんに対する対抗意識なんじゃないかなと思うんですよ。で、各政党が出してくることって、山本太郎さんが言ってたこと の後乗りなんですよね、どうも。で、山本太郎さんが言うから、外戦でいろいろ人気を出してきたから、乗っかってるんじゃないかなって気がしてならないんですけども、まあ、いいです、それは。国民のために、野党がね、与党に対していろいろと突っ込んでくださってるのは、本当によく感じますんでね。では、前置きなくなりましたけども、動画の方をご覧ください。どうぞ。言うとされます。政府の無為無策と逆行により、深刻な事態を招いた責任は重大であります。従来の姿勢を根本的に転換するべきだと考えます。日本医師会の中川会長は、現実はすでに医療崩壊だと危機感を示しました。救える命が救えなくなる事態は絶対に防がなければなりません。軽症無症状の感染者を発見する、とりわけ重症化リスクの高い場所でクラスターの芽を摘む、そのために医療、介護、障害者施設などでの一斉、定期的な社会的検査を、この局面でこそ広げて、医療機関の負担を抑えるべきだと考えます。しかし、すみません、前半の方ではですね、医療の逼迫体制、これについて政府の動きが遅いということをね、しっかりと突っ込んでくださいました。確かにね、今、増員したからといって違うんですよ。なんで夏の時期にやらなかったんだって、あの時もしっかりと野党は与党を追及して、今畳み込んでおかないと大変なことになるよってことで追及したわけですよ。でものらりくらりとやらなかったわけなんですよ。そして問題が大きくなって、あれこれと後追いでね、後手後手でやった結果、さらに問題が大きくなる、プラス時短営業を要請しといて、自分たちは飲み会をしてるわけでしょ、自民党の皆さんね、ご老人が集まって、芸能人と一緒に飲むのもいいですけども、まあね、国民にはね、そういった制限を強いておいて自分たちは勝手にやるみたいなことでは、さすがに日本医師会も政治家さんがね、国会議員の皆さんがまず範を示すべきだと、お手本見せろみたいなことで、ね、やっぱ怒られちゃいますよ。この前言ってましたよね。ちょっと情けないなと思います。そしてここからが国民生活支援の本題が入っているところです。山添拓さんがしっかりと私たちの声をね、届けてくださいました。
皆さんもね、ですから日本共産党であろうとも国民民主党であろうとも令和新選組でもいいんですよ。そういったね、政党に電話をかけて私たちの声を届けていきましょう。そうするとこういうふうな国会の答弁になるわけですからね、絶対に声を上げるのを忘れないようにしていきましょうね。それでは動画の方をご覧ください。ありがとうございました。かなり厳しい状況まで負荷が大きくなっていることを私ども認識をしております。ぜひ、そうした負荷を少しでも軽減できるようにですね、対応してきているところでありますけれども、例えば1条制2条制で電話相談にかかる人員の雇用にかかる雇用経費の助成、あるいは外部委託、縮小延期が可能と考えられる業務のリスト化、あるいはハーシスの運用改善を行って、その打ち込みの業務の削減、こういったことも行ってきているところでありますし、支援のためにですね、自治体間でその専門職を応援派遣し合うスキームの構築、そして学会等の協力を得まして、これまで1200名程度の専門職の確保もいたしております。大阪府や北海道にも派遣をしてきたところでありますので、こうしたスキームを活用しながら対応していきたいと思いますが、さらに3年度の予算案におきましても、保健所の人員配置にかかる交付税措置としてですね、配置人員を現行の 1.5 倍に増員するなどの強化に関する措置を講じるよう盛り込んでいるところであります。いずれにしましても厚労省や都道府県と連携しながらですね、保健所の負担軽減に全力を挙げていきたいと考えております。山添君。先々のこともそうですけれども、緊急の対応も求められると思います。東京墨田区の西塚至保健所長に伺いますと、昨年4月に検査能力が追いつかなくなった際に、その際に検査体制を思い切って拡充して、10人だった保健所の感染症係は現在80人に増やして、そして追跡調査の担当班も増やしてきたということでありました。ですから今逼迫しているから検査を絞るということではなく、今こそ検査保護追跡、その基本を徹底する、保健所の体制を強化し、同時にまた保健所の負担を軽減するような工夫もできると思うんです。そうした実行ある対策を求めたいと思います。もう一点、自粛と一体の保障が今度こそ求められるという点も強調すべき点です。飲食店はもとより、法的根拠に基づかずに時短を働きかけるとされている映画館など、今度20時以降の外出自粛を徹底することになれば、幅広い事業者に影響が及ぶことになります。ところが政府は持続化給付金や家賃支援給付金の申請を予定通り今月15日で打ち切るとされています。大臣、なぜ今支援の打ち切り縮小なんでしょうか。西村国務大臣。緊急事態宣言でですね、厳しい状況になる事業者が当然影響を受けると、大きな影響を受けるということは私ども認識をしております。特に直接的な影響を受ける飲食店に対しては、協力金の増額など支援を拡充しようとしているところでありますけれども、関連する中小小規模の事業者様々あると思います。そうした方々含めてですね、私ども 4.6 兆円の予備費もありますので、その活用も含めてですね、必要な対策を機動的に講じていきたいというふうに考えているところでございます。山添君。今緊急事態宣言を発出しようというときに、それを支援策が示されていないわけですから、全然機動的じゃないですよ。基本的対処方針で示されているのは協力金の支援だけです。緊急事態宣言で自粛を要請する、それは営業の自由の制約となるわけですから、保障は不可欠です。求められているのは罰則ではなく十分な保障であります。予備費も活用して、持続化給付金の第2弾、自治体への交付金の増額、雇用調整助成金の特例の拡充など、再度の緊急事態宣言に見合った支援を具体化するべきだと考えます。これ求めたいと思います。年末年始、各地で生活に困窮する方への食料支援や相談会が取り組まれました。私もいくつか相談を受けましたが、相談に来られるときにはすでに限界を超えているというケースが多かったんですね。解雇や雇い止め、あるいはそこまでいかなくても仕事が減り、収入が減り、月の収入が3万とか5万と、家賃を滞納して鍵を取り替えられてしまって、ネットカフェを転々とする、所持金が数千円でにもかかわらず、本当に大変になったら相談します、こういって生活保護の申請をためらう方が大勢おられました。初めてこういう事態に直面したという方、だからこれから公的な支援を受けることには躊躇があるという方が結構おられるんですね。困難に直面する方にここまで自助努力を強いているのが現状です。共助の支援も
限界があります。本来政治が公助で寄り添うべき場面だと思います。例えば政府としてテレビやインターネットで、あるいは街角の大型ビジョンに、家賃の支払いに困ったらここに相談すると、あるいは生活保護は権利だと、返済免除付きの貸し付けがあるよと、そういう広告を流して窓口を案内する、コロナ禍においても健康で文化的な生活を営む権利があるんだと、それは政府の責任なんだと、そういうアナウンスをするべきだと考えますけれども、大臣いかがでしょうか。西村国務大臣。ご指摘のように厳しい状況にある皆さん方のですね、生活あるいは雇用をこういったものをしっかりと守っていくのは、政府の責任だというふうに考えております。年末にはですね、一人親世帯の方々、低所得の方々にですね、再給付という形で、ほぼ全ての自治体で、予備費737億円を活用して、実施をしたところでありますし、ご指摘ありました、返済免除付きの緊急告示資金、これも、数多くの方に利用されております。最大140万円までということになっております。また、住居を失う恐れある方に家賃相当額を支援する、家賃の住居確保給付金ですね、これも12ヶ月まで延長するということでありますので、こういった対応をこれまで取ってきているところでありますけれども、ご指摘のように広報も含めてですね、しっかりと必要とする方に必要な情報が届くようにですね、対応していきたいと、年末年始に改めて厳しい方への相談に対応していただいた団体の皆さんにも敬意を表したいというふうに思います。いずれにしても予備費の活用も含めて必要な対策を機動的に考えてまいりたいというふうに思います。山添君。さまざまな団体、労働組合、弁護士などが支援活動に当たってきました。そこには実態が集まり、課題も浮き彫りになっています。関係者から総理や大臣も直接話を聞いていただいて、対策の具体化につなげていただきたいと思います。昨年の4月と違って、すでに暮らしと経済大きな打撃を受けている中での再度の宣言発出となります。限定的で集中的な対策が効果的だと、こういう方向でされますけれども、しかし支援については限定的集中的ではなく、幅広く漏れなく取り残すことのないように行うべきだということを求めまして、質疑を質問を終わります。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。私がね、官邸にメールをというほかに、私もね、野党の皆様に、この前山本太郎さんに言われたように、野党の皆さんにも伝えてやってくれっていうことなんで、皆さんね、私の動画のコメント欄に書いてあることを全てをね、お伝えしてきました。全ての生徒の方にお伝えしてきました。その一部がですね、こうやってきちんとそのまんまの言葉が届いてるじゃないですか。だからね、全然無駄じゃないんですよ。ぜひね、私のコメント欄でもいいですし、独自にね、動画を始めてもいいと思いますし、ツイッターに書き込む、なんかやりましょう。本当に困ってるんだと。それはね、恥ずかしいことじゃないんですよ。皆さんね、今はね、みんな困ってるんですよ。だから、困ってる人が困ってますよと言わない限りは、困ってることがわからないんですよ。じゃあ、どのように困ってるのか。お金がないわけですよ、私たちは。仕事がないわけですよ。だから、助けてくださいと。いう声を上げていかないと、私も皆様のコメントを汲んでそれを届けている、そういう役割をさせてもらってますけども、まあ先日ながら私、生活費に私が困ってるってことはないんで、私もこのままだとね、そんなにたくさんの声届けられないんですよ。ですから皆さんのコメントが全てです。皆さんがコメントを書いてくださったら私は全て読んでます。全て読んでるんで返信がちょっといまいちできないんですけども、最近ではね、ハートマークも押せなくなっちゃったんですよ。申し訳ないんですけども、その辺はね、必ず読んでるよってことを今回の動画でもうお分かりだと思うんですよ。私が皆さんの声をこれ届けてるでしょ、ちゃんと届いたでしょ。皆様の自分のこと言われてると思ったでしょ。いや、これをね、私は繰り返してきますんで。だからね、私みたいな弱小な1万4000人ぐらいしかね、チャンネル登録いないような YouTuber でも、再生数が何万、何十万といかない私のようなものでも、ちゃんと声が届くわけですよ。だから、ぜひね、諦めずに、どんどんコメントの方を書いてください。そして、できる方は自分でも YouTube を始めてね、YouTube で自分の困った現状をどんどん訴えかけていきましょう。というのが、今回の私のお願いでございます。それでは、引き続きよろしくお願いします。